株式会社スタジオコメットは日本のアニメ制作会社、日本動画協会制会員。ナック出身で1986年7月11日に倒産した土田プロダクションのプロデューサーであった、無カキ行動をはじめとする同プロダクション在籍スタッフの一部が退社し、同年1月21日に独立。作画演出の下請け制作会社として、 有限会社スタジオコメットを設立した。社名の由来は、設立年の1986年が地球にハレー彗星が接近した年だったことである。ハイスクール、鬼面組の制作を土田プロダクションから引き継ぎ、移行日本アドシステムズ制作のテレビアニメ作品を多く手掛けた。1994年、株式会社に改装。1999年に、 デジタル制作へ移行し、2002年に愛知県豊橋市に豊橋スタジオを設置した。朝通理系、夏のプロデューサーであった片岡義郎との関係から、マーベラスエンターテイメント制作の作品も受け負っていた。2000年代には、スクールランブル、お願い、マイメロディ、ジュエルペットなどの人気作にも恵まれ、ジャンルを選ばず、制作本数を拡大した。 アニメ撮影会社のスタジオトゥインクルは、コメット作品の大半で撮影を担当しており、その縁で2000年代前半に業者による 3DCG 制作プロジェクトチーム、スバル、スバルマイナスを設立した。スバルは、その後、コメット CG 部のブランドとなった。2015年に、レディジュエールペットが終了して、以降、制作元受け作品は大幅に減り、以降は、短編アニメや、 他社のグロス受け中心の体制になっている。また、CG 部門のスタッフも大半が、セーバープロジェクト ZRG 事業部に移籍している。ありがとうございます。